そしたらいろんな人に言われるんですよ、うん、まあ、後輩からはおごってくれとか、まあ今に始まったことじゃないですか、ね、で友達からちょっとお金貸してくれないかとか、ああそう、うん、急にお母さんから電話があってね、そろそろ実家をリフォームしたいんだみたいなこと言われる、話大きくなりました。ただザ・漫才で優勝しても賞金とかもらえないですよね。そうなんです、ね、あの皆さんご存知の通り、優勝してもらえるものはどん兵衛10年分ですから、はい、どん兵衛でね、なかなかリフォームはできません。いや、まあちょっと雨風でしのげないと思いますね、はい、だからね、お金がないのにお金があると思われて来られるのがちょっと辛いですよね、はい、お金がないんですか、まあ、お金がないというかお金は足りませんよ。お金が足らない、足らないですよ。あなた、はい、楽天カード持ってますか。急にない、急にどうした。今なら年間に無料5000ポイントプレゼント。今スマホかパソコンで簡単に入会できるんです。持ってません。持ってむむむむじゃないの。急に得意なモノマネやめなさいよ。っていうか坊主頭にやってるから前ほどあんまり似てもないですよ。クーですよ、それは本当に。ちょっと髪の毛とレパートリーを失いつつありますよね。あなたはね、モノマネのレパートリー多分ですね、少ないんで。そうなん、もう一つの方も確認しておこうかな。このモノマネはどうでしょうか、はい、小玉清さん。アタック25司会の小玉清です。大丈夫かな。問題です、はい、楽天カード持ってますか。いつまでいいよ。持ってません。結構結構って何。どういうことなんですか。大丈夫ですよ、これ。このモノマネ大丈夫です、ね、何よりでございますな。でもね、本当にね、まあ、チャンピオンで賞をいただいたんでね、はい、これからも皆さんの見る目も変わりますから、まあ、進化を問われますからね。ですよね。だからさ、はい、なんかいろんなことに挑戦するべきだと思うんですけど、あ、いいじゃないですか。なんか頭野さん挑戦したいことあります。私ですね、はい、YouTuber になります、うん、ダメ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 、それザ・漫才でやったネタですよ。下の根も乾かぬうちにとはこのことですよ。好評だと聞いたんで。いや、かもしれんけど、はい、もうこのネタそれこそ YouTube にいっぱい上がってるか ら, 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 らもうみんな見てるから YouTuber 以外でお願いします。あ、そうですか、はい、私、うん、ゆるキャラになりたい。はい、ゆるキャラ、うん、何なん。いや、テレビ見てたら全国各地にゆるキャラがいて、うんうん、なんだったらお笑い芸人さんよりもなんか人気があるって聞いたんですよ。人気あるし、はい、お金もなんか儲かるみたいな話聞いたそうでしょ。ゆるキャラになるの、はい、え、何になるの。私はやっぱりハナッシーになりますね。私なんで、はい、それフナッシーみたいなもんだと思って考えて、まあ差し支えないですよ。はい、フナッシーはね、千葉県船橋市の非公認キャラクターですよ。はなっしーはもう福岡市の公認中の公認でございます。公認、まあ、市役所とはズブズブの関係でございます。ズブッシーと呼んでいただいても差し支えない。使える使える使える。まだフナッシーが浸透してないから、はい、あ、そうです。これ急にズブッシーなんか呼べない。なるほどなるほど。え、なんだ、フナッシーはね、梨の妖精ですよ。フナッシーは個人事業主です。まあ青色申告の要請とでも申し訳ない。確定申告行きますから、はい、フナッシーはね、特技がジャンプと か, なんかダンスとかあります。なるほど。フナッシーは特技は、まあ見積もりと入札ですね。はい、なんやろね、フナッシーのね、決めているのはナシールブッシャーよ。あ、そう。フナッシーは公共事業受注バンジャーイ。ダメ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 バンジャーイ。子供意味がわからんし。あ、そう。親は眉潜めるよ、それ。なんで。フナッシーはやめといた方がいいと思うよ。あ、そう、うん。じゃあ、花もんかな。花もん、花もん、それはくまモンみたいなもんだと思っていい。差し支えないですよ。くまモンはね、熊本県の PR キャラクターですよ。花もんはやっぱ福岡県ですか。いやいやいや、何、あの居酒屋チェーンの花の舞のマスコットキャラクター。花の舞の、はい、え、それはみんな向こう知ってんの。いや、非公認です。そこ非公認。ぜひお願いします。花の舞迷惑しない。いずれです、いずれ言おうと思って、はい、大丈夫大丈夫です。くまモンは可愛いですよね、赤いほっぺが特徴ですけど、うん、はい、花もんは、花もんは素顔です、うん、基本は基本素顔。ただ花の頭がちょっと赤いです。それただの酔っ払いじゃない。大丈夫、かわいいっす。かわいい、はい、ちゃんと活動できる。いや、それはもうお客さんのテーブル回ってね、やっぱりいろいろこうやっぱアイスを振りまいたりする。じゃあちょっとそのシーンだけ見せてください。あ、そうですか、はい、やだ、花もんか、花もんか、花もんか、え、何がですか。え、ちょっと、あ、お客さんの言う通り、うん、これは芋じゃなくて麦ですば。意味がわからん。ありがとうございました。よろしくお願いします。ね、まあ、こんだけのお客さん、はいはい、なるようにもあちらにはね、そうそうたるメンバーで皆さん見てるということで、はいはいはい、まあ、非常に緊張しますけども、ね、まあ、まあ頑張るしかないですね。頑張るしかない。はい。なんとおっしゃいました？いや、頑張るしかないですよ。はい、その通り。小玉さん。ね、小玉さんの声まででキャーとね言っていただきたい。まあまあ僕らのもう名刺代わりでございますんでね、小玉さんともども喜んでおりますけども、うん、はい、小玉さんのモノマネをじゃあちょっと細かいモノマネでございますけども、見せときましょう、見せときましょう。あのアタック25でですね、はいはい、あの視聴者の人はもうあの、うん、素人の方なんで緊張するんですよね、うんうん、で緊張して間違えてパネルを取った時にも、うんうん、優しくたしなめる小玉清さん。なるほど。じゃあ想像しながら見てますんでお願いいたします、はい。鳥取県いいでしょう。はい、見事お答えいただきました。赤の方何番。4番。うん、なぜ角を取らない。はい、いや素晴らしいです。いやいや、そんな、お上品にね、お上品なものなんですね。ただこの児玉さんのモノマネも、うん、もうそろそろ限界に来てるというか。
なんで限界。いやいや、もうちょっと飽きられつつあるというか。まあまあ確かにね、言われてみれば、もう考えたらそうですもん。だって僕ここね、ここ2年間ずっと児玉さんのモノマネでテレビ出てるでしょ。出てます。で、僕はその横に佇む男として出てるんですよ。もうね、いい加減にしてもらえない。もう無理ですよ、それは。ただね、ハードル上がってますからね、児玉、さんということで。だからやっぱりちょっと違うモノマネに新ネタ、はい、あるんですか。ありますよ。じゃあぜひ。ああ、もうこの期待には応えなきゃいけないですよ、はい、じゃあ児玉さんに次ぐ新モノマネ誰でしょう。カビラ・ジェイさん。また渋いマニアックな人選を。いやいや、誰もしないのをモノマネしないで、まあね、まあ、ニュース選手に昔よく出てたね、サッカーでおなじみの方ですね、はいはいはい、熱い方ですけども、まあ、顔がね、若干もう似てますよね。まあ入り口はそこでもじゃあそんなカビラ J さんの何の、ちょっと細かいですけど、まあ大歓迎ですよ。サッカーも大好きなんですよ。いや、本当熱い方ですよ、ね、好きすぎても感情を抑えきれないんですよ。わかるわかる、ね、だから、見てない人のまで結果がすぐ分かってしまう、はい、ニュースステーションでのサッカーの VTR の振り方っていうのが、なるほど、感情が入りすぎて、はい、試合見てない人でも先に結果が分かってしまう、はい、カビラ J さんの VTR の振り方では、カビラ J さんお願いします。さて、我らが日本代表なんですが、先ほど試合が終わりまし、くー結果どのようになったのかご覧いただきましょう。やったぜ稲本。いやいやいや、言い過ぎ。結果どころかその試合の MVP まで発表してるんだよ。試合見る前に稲本が決めるって分かるな。まあでも児玉さんがね、ゆっくりめのモノマネなんで、ね、テンションが高くていいんやないの、うん、ただやっぱ勝った試合はテンション高いですけど、はいはいはい、負け試合もありますよ、ね、もちろん日本代表負ける時もありますよ。感情を抑えきれない、変わっていきます。変わります。じゃあ日本代表負けたバージョン、上田聖さん、はい、お願いします。さて、我らが日本代表なんですが、先ほど試合が終わりました。終わってしまったんです。さあ結果どのようになったのかご覧いただきましょう。どうした柳沢。はい、むっちゃダメだって。見る前にわかるでしょ、柳沢がやらかす。もう抑えてるんだ。まあ、あれはまあ2008年はじゃあ児玉さんとカビラさんと日本立てで、ね、児玉さんもやるんですね。まあ、もちろんですね。そして私はまた佇まして。いやいや、じゃあお互い頑張っていきましたよね。まあでもね、ちょっとね、あのニュース見てました、この前ちょっと心配事がありました。今の子供たちって、僕ら子供の時に比べて睡眠時間やたらと少ない、眠れない子供が。見ました見ました。でも時代の流れですよね。だってもう今24時間テレビやってたり、ね、コンビニが開いてたりとか、漫画があってゲームがあって誘惑が多いもん。しかしやっぱ寝る子は育つ、寝るようにね促してあげるのが親の務めだと。なるほど、私は思うんですよね。まあ、確かにわかるけど、まだそんな立派なお父さんなれるの。僕はもうそういう風に促せますな。マジで、はい、じゃあ僕が眠れない子供やるんで。あ、眠れない子供。じゃあ、あなた博多のお父さんとして、博多のお父さん、はい、上手に僕を眠って、ね、眠りにつかせてみてください。はい、わかりました。行きましょう。お父さん、おどうしたとや。お父さん、違うとって、うん、僕ね、足早起きせないかんのにね、うん、全然眠くないよ。眠らないでよ。目つぶっても眠れんのよ。あ、そうや。どうしたら眠れる。よし、分かった。じゃあお父さんはね、枕元で絵本を読んであげよう、うん、いや、もう気持ち嬉しいけどいいよ。なんで。だってもう絵本の話大体頭に入っと思う。内容知っとけ。内容知っとけんさ。よし、うん、またじゃあお父さんがね、ちょっと現代風にアレンジしたな。え、お父さんオリジナルの絵本。お父さんそんな器用なまでできんの。じゃあそれ聞きながら頑張って寝てみよう。よし、よし。じゃあ何読んでくれるの。じゃあお前ね、一人から兄弟が出てくる。3匹の子豚しよう。分かった分かった。ちょっとアレンジ加えてよ。分かった。じゃあおやすみなさい。3匹の子豚たちはそれぞれ独り立ちをするということで家を建てることにしました、うん、一番上のお兄さんは藁で、二番目のお兄さんは材木で、そして末っ子の弟はなんとレンガで家を建てることにしました。なあ、草、産地にあのセメント会社が来ますたい。それまで基礎工事だけ終わらせてきますばよかな。おい、アルバイト、お前たちは休憩っていつまでタバコ忘れてくる。早くその一輪車でレンガ積んでこっち持ってきなさい。あの現場監督、なんや、市役所の人が来てる。何の話だ。そうか、起きるよ。なんで博多の工務店が受け負っとんの。はかどるでしょ。はかどったらダメって。小豚さんに作らしてよ、レンガの家は。いや、小豚には無理ばい。なんで無理とか言うの。爪がお前焦げんなっとんばい。お父さん、父さん、そんなん言い出したらキリがないやろ。話変えてよ、眠れんよそんなんじゃ。違う話よ。違うのにして。ウサギとカメ行こうか。ウサギとカメ頼むよ、アレンジ加えてよ、はい、おやすみなさい。もしもし、もしもし、亀井君、君は仕事が遅いね。午前中に頼んどいた見積もり書はどげんだったって。いやー、それがウサギシェンム、私もですね、もうこれ子供の時から。お父さん、アレンジがきつすぎるよ。なんでウサギと亀がサラリーマンの物語になったの。いや、ちょっと良かれと思った擬人法やった。もうちょっと昔話のテイストを残してよ、テイストを。テイスト残したまま昔話っぽくやって、それでアレンジを加える、うん、じゃあおむすびコロリンでアレンジ加えようか。頼むよ。じゃあ、はい、寝らねえかんねん、はいはい、あー、そろそろお昼前、よし、ご飯食べろ。よし、ばあさんこしらえた弁当。あら、今日おむすびはないばい。
バンバン意味がわからん。なんでおむすびコロリンでパン持たされとん。転がらんと話ならんやろ。ロールパンやけど。そんな問題やないよ。形どうこう言いよらんのよ。俺もさっきから聞いた原因分かった。お父さん全部博多弁やけんさ、若干武田鉄矢色が強くなるとって。まあ売りやもん。売りとかいらんけん、うん、標準語でやってくれ。昔話で標準語やん。標準語やったね。標準語でアレンジこうやってよ。いや、じゃあった、ね、できる、できる、できる。頼むよ。じゃあ何言うのくれんの。じゃあもう桃太郎でいいか。オーソドックスに頼むよ。もう博多弁なしよ。あ、標準語ね。はい、おやすみなさい。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがお住まいになられていたそうです。赤の席のおじいさんは、山で芝刈り業を営んでいらっしゃる、緑の席は川で洗濯が得意だというおばあさん、そのおばあさん川で洗濯中、川上の方から大きな大きな桃を乾くと、その桃を自宅へ、持ち帰って包丁で真っ二つ、中から玉のような赤ん坊、そうなんです、それが桃太郎なんです。くー、その桃太郎すくぞ成長し18歳で日本代表入り早い。おばあさんに聞きました。鬼ヶ島に行ってもいいんですか。いいんです。ん、成田から10時間鬼ヶ島に到着、そこでは絶対に負けられない戦いがあるんです。家来の猿がドリブル、犬が上げる、マキが飛び込む。惜しい。今のどうでしょう、セルジオさん。誰がセルジオさん。どうも、わかりました。